就活ホットステーション、このコーナーは終わりの活動と書いて就活をキーワードに、さまざまな分野についてキリスト教専門葬儀社ライフワークス社の就活カウンセラーが分かりやすくお話しするコーナーです。はい、今回も始まりました就活ホットステーション。キリスト教専門葬儀社ライフワークス社統括マネージャー、就活カウンセラーの一ノ瀬健太です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回のテーマはこちら。今回のテーマ、地域の葬儀。はい、地域の葬儀の違いということなんですけれども、先日ですね、大分に、行ってきまして、旅行ではなくてですね、この就活セミナーをしてほしいという依頼がなんと九州からありましてですね、そちらの方でセミナーをさせていただいたんですね。でやっぱりですね、我々ライフワークス社はですね、関東と関西で活動しておりまして、私一ノ瀬は大阪の勤務ですので、基本的にこの関西の葬儀に関してはいろいろと知識はあるんですけれども、九州となるとですね、またちょっと違うんじゃないかなと思っていろいろと調べたんですね。で、例えば違うところで言えば、料理を食べるタイミングっていうのが違うと。例えば、関西だとですね、火葬を待っている間にちょっとお食事をしたりっていうことが割と多いんですけれども、九州大分ではですね、ちょうどそのセミナーに、地元の葬儀業者の方が来られてて、ちょっとお話しする機会があったんで、どういうタイミングでお食事されるんですかっていう話を聞いたらですね、食事は火葬待ちの間はしませんと。で大体1時間半から2時間ぐらい火葬にかかるんですけれども、その時は、大体 お茶菓子というか、少しお茶を飲みながらお菓子を食べるという程度らしいんですね。で、それが終わってから、すべて終わってご収穫までしてから食事ということになるんですね。でやっぱりそのあたりはですね、結構地域によってかなり差が出てくるんではないかなと思います。関西人はやっぱりこう、合理的なので、どうしてもこう時間を有意義に使いたいというのがあるんでしょうかね。やっぱりこの火葬の間に空いた時間に、食事をするというのが大阪なんかは多いんですけれども、その他にもですね、例えば、よく言われるのがですね、関西と関東では、このお骨壺のサイズが違うんですね。もしかするとこの就活ホットステーションでも以前お話したかもしれないんですけれども、関西では、部分骨といって、全てお骨を納めることをしないんですね。一部分を納めて、残りは斎場の方、自治体の方で合同で埋葬してもらうということが多いんですけれども、関東は、7寸というサイズのお骨壺があるんですけれども、その大きなお骨、一抱えぐらいお骨あるお骨にですね、お骨壺にですね、全てお骨を入れて、それを埋葬するということになっているんですね。こういうこともあったりで、結構お地域によって全然こう変わってくるわけですね。で、あとはですね、私もそのどうしても関西にいるもので、そんな他の地域の葬儀っていうのを実際目の当たりにすることっていうのはあんまりないんですけれども、いろいろとお調べていく中にですね、この火葬のタイミングっていうのもですね、必ずしも葬儀の後じゃないというところがあるそうなんですね。やっぱですね、このお骨での葬儀のことを、骨葬、骨の葬儀と書いて骨葬と呼ぶんですけれども、例えば、寒い地域なんかでもですね、どうしても亡くなった後にすぐにですね、葬儀をしても人があまり集まれない、例えば吹雪があってとか、雪のために誰も来られないとかいうことがあったりしてですね、その参列が叶わないために、まず先に火葬してしまってから、その後、ご葬儀をする、お別れ会みたいな形をするということもあったりですね、また逆に暑い地域ではこう遺体の保全の問題があるので、どうしてもですね、先に火葬してしまった方が衛生上いいんじゃないかということで火葬してしまう地域っていうのがあるそうなんですね。
やっぱりこの、地域の風習であったり、葬儀の文化であったりとかそういうものって全然違うんですね。まあ、関西といえどもですね、まあ、その地方に行けば少し変わった風習があったりとかですね、まあ、あの皆さんにお配りする来ていただいた方にお配りする返礼品、まあ、お茶であったりタオルっていうものがあるんですけども、まあ、こういうものを普通はまあ配ることが多いんですけども、まあ、そのある地域で和歌山県のある地域でしたけれども、ではそういうものは配らないと、まあ、配るとしても親族の人だけで、まあ、その地域の方々には、その地域の寄り合いというかですね、まあ、林保みたいなところが、用意してを渡すというような地域があったりとか、まあ、そこの地域の人たちは葬儀といっても中に入らないんですね。式場の外で待っておられて、まあ、最後まで外におられるというような地域もあったりしてですね、まあ、結構この関西といえども違う文化っていうのがあるんだなというふうに、この仕事をしてから、気づきました。で、まあ、あの今回大分に行ってですね、そこの牧師先生が韓国の方だったんですけれども、まあ、やはり日本を離れればより違う文化があってですね、まあ、韓国では結構病院の地下であったりとかに葬儀場がもう併設しているようなところが多いそうなんですね。なので、まあ、病院での葬儀ということが多いそうなんですけれども、まあ、日本と大きく違うのがこの亡くなってから、まあ、葬儀の間にですね、このご遺体のお顔を見るっていうことがないそうなんですね。で、まあ、その遺体の取り違いがないようにだけ、気をつけてですね、このいわゆる遺族代表喪主さんがですね、その遺体保安の、まあ、保全室みたいなところの鍵を持っておられて、で、まあ、最後火葬の時だけ出すというような形になるそうなんですね。でやはりこのところ変われば全然この葬儀の文化っていうのが違ってですね、こう私はどうしても関西のお目線で見てますけれども、もしかするとこの就活ホットステーションを聞いてくださっているリスナーの方々はあの関西の方でない方もおられるかもしれませんし、まあ、そういった場合ですね、ちょっと一之瀬が言ってること違うんじゃないのって思うかもしれないですけれども、まあ、それはやはり地域差があるということで、まあ、ちょっとご理解いただけたらなと思うのと、やはり我々キリスト教葬儀社としてはですね、この地域のやり方であったり、まあ、そのクリスチャンでない未信者の方々の、目線というか、まあ、その人たちのやり方というのもできる限り尊重した方がですね、結果的に良い葬儀になるんではないかなというふうに思っているんですね。なので、まあ、キリスト教はこうだというふうに押し付けるんではなくて、まあ、皆さんはどうしているのか、これまではどういうふうにやってきたのかっていうことをよく知って、まあ、理解して、まあ、できる限り、まあ、その寄り添ってですね、葬儀をしていくっていう心構えが非常に大事になってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、まあ、この大分でのセミナー、まあ、初めて私は大分に行きましたけれども、40名ぐらい参加してくださってですね、まあ、質疑応答の中でもいろいろと質問してくださったりして非常に良い時間だったんですけれども、まあ、我々ライフワークス社は就活セミナーっていうのをずっとやっておりますけれども、こういう遠方でのセミナーっていうのをまたどんどんやっていきたいなというふうに思わされました。まあ皆さんの地域まで、例えば、キー局はこれ FM いわきになっておりますけれども、まあ、いわきまで行けるかどうかは分かりませんけれども、もしご興味があれば、まあ、問い合わせていただけたらなと思います。この大分でのセミナーの模様っていうのはですね、 Facebook でちょっと私記事、まあ、Facebook でライフワークス社と検索していただければ、その大分での模様っていうのを見られるので、よろしければぜひ見ていただければと思います。では本日はですね、地域での葬儀ということでお送りしました。このコーナーでは終わりの活動と書いて終活に関する疑問・質問を募集しています。ご応募は電話またはインターネットで受けしています。お電話の方はライフワークス社フリーダイヤル 0120-364-392、 インターネットからはライフワークス社で検索、ホームページのお問い合わせフォームからご応募ください。またライフワークス社フェイスブックページ、ゴスペルレディオステーションのホームページとフェイスブックページもあります。ご応募お待ちしています。
このコーナーはキリスト教専門葬儀社ライフワークス社の一ノ瀬がお送りいたしました。